皆さんこんにちは、コウ先生とトシコ先生のソロバンチャンネルです。はい、バカスタジオに戻ってきたわけなんですけれども、皆さん新学期始まりましたが、どのようにお過ごしでしょうか。はい、本日はですね、大会、クリスマスカップ、全国大会クリスマスカップの振り返りということでですね、ソロバンには全国大会というのがいくつかありまして、本当に2000年にこの始まった大会で、今年は前回が20回目を迎えて、これも本当に問題自体は難しいんですけれども、でもやっぱりそのクリスマスカップ、そのクリスマスの雰囲気をやっぱり味わいながら、楽しくも、かつ全国レベルの人も、楽しめるし、そうでない人も楽しめるっていうのもね、本当にこのいいところ、この全国大会のいいところかなというふうに思ってるんですけれども、クリスマスカップ振り返った時にですね、皆さん動画ご覧になられたでしょうか。クリスマスカップは、当日も当然、ライブもありましたし、その他に、優勝者インタビューっていうのが今回ありましたね。高柳和之先生と、それから、例えばフラッシュアンダーでは斎藤俊選手、それから、英語読み上げ算、読み上げ算であれば、両方ともね、今回優勝した方が一緒だったので、小原ひな選手、ね、だったりとか、本当にですね、読み上げ暗算、すみません、読み上げ暗算は伊勢田智弘選手。ということでですね、インタビューっていうのはすごく画期的というかね、今までソロバングランプリジャパンでもありましたけれども、高柳和之先生が聞くことによって、また新しい何か、ソロバン以外のものもね、いろいろ生まれてくるかなということで、見てない方はね、下にちょっとリンクを貼っておくので、ぜひ見ていただければ、日本一の生徒が実際に何を語っているかっていう部分もあったりするので、ね、それチェックしていただければいいかなと思うんですけど、あとはですね、会場、たくさん、カメラがあって、同じようにね、1個前の大会、19回の大会と同じようにライブっていうのをやってたと思うんですけれども、あとはですね、僕がやっぱりこれまた要望というね、ことになってしまうんですけど、やっぱり上手な人のスピード感とかっていうのを知りたいと思うので、去年、例えば、20回大会で例えば点数上位のベスト10だった人が次出るのであれば、その人たちに近づいて、思いっきり個人カメラじゃないんですけれども、それを撮ってるところを、やっぱり実際見たい人は見たいのではないかなというふうに僕は思ったんですね。あとはやっぱりその日本一決定戦、最後の日本一決定戦、僕もスタッフとして手伝わせていただきましたけれども、そこも思いっきりカメラが入っていく。思いっきりカメラが入っていって、誰と誰が早いかっていうのを、やっぱり後ろで見ている方っていうのはなかなか見えないですし、選手たちももっと近くで見たいんだけどって多分思ってると思うんですね。思ってると思うんですけど、なかなか当然もうその場の問題って当然字がちっちゃかったりするので、その辺うまくやれると、また、この中継で、レベルアップしていくのかなっていう気がしました。で、そもそもね、ソロバンの大会自体をね、中継するっていうのは本当多分クリスマスカップが初めてだったと思うんですけれども、それ以外にもね、クリスマスカップを真似て、他の大会でも、1月12日にはソロバン東北カップ、1月13日には四国で88カップっていうのが開催されますけど、だんだん新しい大会が開催のね、主催とかいろいろあちこちで主催される中で、やっぱりそれを見せるっていうことをね、これから、で、僕がね、さらに要望したいのは、これやっぱり、撮る人は、やっぱりカメラマン。プロのカメラマンがやっぱり一人入ってほしいなっていうのはありますね。やっぱりプロの撮り方っていうのを逆に言うと、ソロバンの先生たちもこれからはやっぱり動画の時代、ね、5G にもなって繋がりやすくなる時代において、例えばどこか世界大会やってる時に、オリンピックとかもそうですよね。オリンピックとかもライブで当然あんまり差ってないですよね。例えば東京でやるけど、じゃあブラジルでオリンピックを見ますっていう時、もちろん時差っていうのはありますけれども、そうだから1秒とか2秒とかですよね。見る時の差ってね。やっぱりそういったところで全国全世界で 5G が繋がる中で、日本が行っている全国大会っていうのはどういうものなんだろうっていうね。そろばんもやっぱり日本が結構注目されているっていう部分もあって、僕日本国際そろばん協会の副理事もやってますけれども、それでもやっぱりモロッコとかからね、提携をしましょうとか、中東北アフリカは結構暑いので、すごくたくさん来るんですね。で、やっぱり日本だけが実際はそろばんの先生が高齢化してって、どんどんなんか世の中がちょっと衰退していくみたいなイメージはあるんですけれども、海外ではむしろそろばんはブームっていうところで、その日本の全国大会を外にうまく見せていくっていうためにも、そのカメラマンっていうのがプロのカメラマンみたいな方が一人でも二人でも入っていただいて、それを逆に言うと今度は先生たちとかスタッフが学んでいく、そんなことができると、もっともっと見せ方が上手になって、世界的にそろばんって日本のいいやっぱり伝統っていうのを残していくためにも、やっぱその世界のアピールっていうのはねすごく大事になってくると思います。で、特になんていうかな、ノンバーバルっていうか言語的なものじゃないので、逆に言うとうまくいけば、拡散力もやっぱり上がってきます。
数字ですからね。数字ってもう世界の共通言語ですから、やっぱりそこで何をやっているかっていうのを、見せていくっていうことを、やっぱりその全国大会から、発信していくのはどうかなっていうところでね。まあ、振り返りと、それから、まあ、新しく提案っていうこともね、しながらなんですけど、まあ、とにかくですね、オープン化の時代ですよね。だから、例えば、その場の大会で時々あるんですよ。まあ、去年もね、ある大会で、この SNS の大会、SNS の拡散はしないでくださいと。いや、今、そういう時代じゃないですよね。SNS でむしろ拡散してくださいが正解なんですよ。そう思いません皆さん。だって、SNS で拡散しないでくださいってなんか隠してるみたいじゃないですか。隠してるみたいですよね。思いませんか？僕らの感覚、僕らの世代というのはそう思います。でも上の世代はそうじゃないですよね。隠れてじゃないですけど、誰にも、なんだろう、審査結果とか、まあ見せずっていうのかな、わかんないですけど、隠してやる。そして、きちんと出た結果だけをボーンとみんなに見せるみたいなのが、多分正しいやり方だと思っていたんだと思うんですけど、そうじゃなくて、例えば、まあ今度オールジャパンっていう大会がね、近くで一番3月29日か、今年は。あれ、間違えたらすいませんね。で、あるんですけれども、そこでも、やっぱり、なんていうのかな、例えば速報みたいなのやってもいいと思うんですよね。今までは代わりの先生が誰かが優勝しましたっていうのね、例えばその全国大会と関係ない人が、あ、この人は今優勝しましたよとかって言ってくれて、あ、僕らは、あ、これで、あ、この人優勝したんだっていうのが分かるわけですけれども、それを実際の連盟とかがパッとやっぱり公式ツイッターとか、公式フェイス、まあ、フェイスブックよりもツイッターかな、どちらかというと、ね、今はね。で、何でもいいんですけれども、そこで、誰々が、第1位になりました。この競技でとかってね。どんどんそこをしていくことによって、まあ、例えば、箱根駅伝なんてそうでしたよね。まあ、僕箱根駅伝見てないんですけど、すいません。青学が優勝したと思うんですけれども、例えば、1区で誰が今のところトップに立てますとかって、ヤフーニュースのその文面だけでも、やっぱりみんな気になるじゃないですか。気になるじゃないですか。で、やっぱりだからそういうところにヤフーじゃなくても、ちょっとずつそういう速報を出していくことによって、まあ速報とそれからプロのカメラマンか、ね、そういうことを出していくことによって、もっといろいろなことができればなと思うのでね、ぜひプロのカメラマンとかがいたらですね、連絡ください。まずそういうのを川崎の大会で、僕が関わってるのは、大きく関わってるのは川崎の大会なので、そこからうまく変えられたらいいのかなっていう気がしていますし、川崎商工会議所関連の、近く周りのですね、商工会議所に商工会に入ってるなんかカメラマンの方がいらっしゃればなんかうまくいろいろできそうかなと思うので、とにかくその番だけじゃなくてね、業界をどんどん飛び越えていろんな人とつながっていかないといけないっていうのがこの業界の課題でもあるので、そこを逆に言うとね、そこから生まれる新しいものっていうのはね、僕は楽しんでいきたいかなと思うので、ぜひまあ遠慮なくね、コメントなど、最近コメント増えてきていろんな意見もらえてすごく嬉しいんですけれどもね、ただこの動画を全体的にやっぱり見ていただいて、その中でねコメントいただけると嬉しいかなと思うので、なんとなく見たか見てないかって、まあでも見てなくてもコメントしちゃいますよね。まあまあそういうもんか、YouTube ってね。はい、とは思うので、まあ皆さん遠慮せずコメントいただければと思います。はい、それで皆さんまた良い一日をお過ごしください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、良い一日を。